盗撮感がある。どっちがいい？昼の髪と夜の髪。でもなんか同じじゃない？シルエットは。ほてほて、こんばんは。間違えた？全力し続けた。ねえ、すごい同時に始めたって。嘘。すごいね。うん、できた。こんばんは。いただき。え、これめっちゃめっちゃスペシャルじゃない？そぼろに、そぼろに、ね。ね。そぼろにね。すごいね、これ。あ、やべ。なったことに。今回も結婚してきてきました。気のせい。お待ち、ありがとうございます。何が？気のせいじゃないよ。虹色の泡、ありがとうございます。こんばんは。ご飯食べるので、あんま読めないかもしれません。結婚して、お答えです。欲しい。ね。やっぱ鳥だから卵も美味しいところか。うん。ふわふわしてる。ただのパワーが、その子目のものがあって、え、ありがとう、ありがとう、ようこそ。うん、ね、ドラマ 見てる？なんか新しいの始まってんでしょ。ブラックペアを見るでしょ。え、何それ、見てなかったの？新築マン。ブラックペア、新築マン、なになになに、ブラックペア、ん、もう一回言ってよ。ブラックペアン。ブラックペアン。うん。見てない。なんで見ると思ったの？え、有名だから。誰？もう二人です。でも新しくなって。主人公違うとか聞いたから分かんないんだけど、うん、ううこんばんは。怪獣8号見たい、早く、うん、見た展示会みたいなやつさ、見た、あれ名古屋なかったよね。あ、そうなんだ、うん、X 今日ね、今ここだってさ、うんうん、違う、うん、あげます、うん、さっきなんかおもち食べに行ってください。うん、おもち食べに行きたいの。そろ、うん、いいの、何、そうだとおもち食べに行ってください。行ってくださいって言われる、うん、じゃあ行かなきゃね。おもちって食べに行くものなんて、あ、お家で食べるもの、わかんない、そうだよ、あんま食べたことない。うん、たら行ったよ、昨日ボースの餅、うん、食べてんじゃん、うん、うん、19の時間はないか、よろしくお願いします。あ、でもなんか、なんかみんな X とかで、うん、かけるのおめでとうみたいな、ご飯盛りよ、コガちゃんのファンの人言いなさい、タラのファンの人も19日コガちゃんが出てくれること言いましょう、うん、今から拡散していこう。だからあれじゃない、初アンダーと、初アンダーではないじゃん、もう S の常連さんじゃないですか、そこの違いじゃない、絶対そうだと思う。いや、ショールームではなんかみんな言ってくれてるんですよ。でもすごいことなんですよ、1公演の、ましてや2公演の安座に出るなんてことはすごいことなんですから。あの、初安打もそうですけど、それ以上にすごいですから、実を言うとね、あ、ポリポリそんなことない。今日はね、決の初日でしたよ。
サラ？なんかアイドルだなって見てる方も思いました。思いました。はい、思いましたよね。思いました。今私はアイドルやってるんだって実感しました。おお、よかった。うん、素晴らしかったですから。うん、マジでね、よかった。イエイ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 。ピキッタ、え、ピキッタロ、何でおそろい、タワー、うん、ひこ星タワー、ありがとう。もっと、20歩ひこ星、え頑張ってましたよ、めっちゃひこ星クマ、ありがとう。なになに、おんこチャーハン、なんかみんなチャーハンって言ってるけど、なにチャーハン、え、もう知らないチャーハン、チャーハン食べてないです。タモ食べてない。サラちゃんだよ。素晴らしかったですね。ありがとうございます。もう15分から始まる。やばい、これお弁当にたまに入ってると嬉しい。つくね、つくねなんだ。食べたけどつくねじゃなかった。肉じゃがじゃなくて肉じゃがだったんだっけ。ミートボールみたいな。いや、これはつくねだよ。つくねはなんか違うね。ヤミー。札幌も楽しみです。札幌にいる人は見に行った方がいいと思います。どんな人がいるか分かりませんけど結婚したことありです、うん、昼もね夜もね見させてもらったんですけど、いや、よかった、よかった。特に何が？言わない方がいいんだよ、あんまり。え？言っていいの？いや、言わない方がいいのか。わかんない。まあ、知ってると思うけど、あんま。そうか、札幌にしか来ない人とかね。私の力は言わないかな。いや、でも全て良かったですよ。そのまま当たり前。サタン、よく頑張ったね。ありがとう！言わない人一番覚えてますから。感謝！人5倍ぐらい、うん、人5倍ぐらい覚えてますから、うん、物販は夜公演が開場して5分ぐらいだけ行きました。ジンギスカンって言ってる。来るんですか。ケツマジかっこよかったです。ありがとう。最高でした。こんばんは。売りつけてないよ。やばい、しば漬け嬉しい。しばこちゃん、ん、昼はね、行ってないね。ん、物販で行って何したの。あ、めっちゃくない行っただけ。うん、いっぱいね、インタビューしましたよ。だから後日の放送を楽しみ。結婚して。あ、お疲れ。マジでね、いっぱいインタビューした。みんなに、みんなインタビューした。全員。すごくない？全員インタビューできたよ。いいなぁ。え、どういうこと？いい。よくない？めっちゃよくない？うん。いっぱい優しさに触れたってことでしょ、うん、そういった。めちゃめちゃ良かったですね。
楽しいな。嬉しいな、楽しいな。一番覚えてるの M4。M5 だそうです。 M5 が良かったって。ありがとう。なんか長いようで短い一日だったね。そんなやつでも分かりませんけど。でもうん、長いようで短くなかった。うん、うん、超褒めてもらった。うん、もうもっと褒められた方がいいと思うぐらい良かったです。ほんまよになっちゃうこんなにスタッフさんに本当に褒められたの初めてすぎて嘘かと思ったけどマジで良かったもんな。嬉しい、イエイ。なんか今日は寝れなそう。電話する？夜。うん、明日公園。そうだった。そうだった。ミオさんも出るんだった。やば。ミキさんも？いや、ミキさんはいないけど、ミオさんだけです。やば。やばいよ。明日休んでいいって言ってた。いや、いや。こんばんは。結婚して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 だ。うん、そうして嫌だ。こんばんは。どうもありがとうございます。星ありがとう。ゆきさんが見てる私に手を振ってくれました。ね、それもっと話した方がいい。一口多くないですか、うるさ。それが可愛いんじゃんね。いっぱい食べる君が好き。食べたくなった。うん、で、じゃあそれめっちゃちっちゃく食べてあげる。夜公演はノーミスでした。もう褒めてください。素晴らしい。ノーミスって公演でも難しいです。正直私制服の目はあれだけど、普通の正規公演でノーミスなんてめったにできないんですけど、夜公演ノーミスクリア嬉しい。昨日ダンスダンスレボリューションやったからかな。そうだと思う。そうだわ。エコパーとサタのユニット名ってさ、黒子キサラなの。何サラ？キサラ。どういうこと？わかんない。なんか書いてある。サラコハだよ。え、なんか黒子キサラで合ってますか？え、怖い。サラコハだよ。か、船かコンビ。素晴らしいでしょ？全部みたい。特に夜公演見たくね、なんか。わかる。
マジ良かったな、楽しかったな。嬉しい、心の底からマジ良かったな。ライブって楽しいよね。マジ良かった。マジ全チーム痛いんです。K2 はどの先輩とよく喋るの？いやでも今日初めて喋ったもん、いろんな K2 の先輩と。でもちょっとふゆきさんとの会話好き。そう、ふゆきさんと初めて話しました。広島同じなんですけど、今まで話したことなくて。あ、でも今日、うん、K2 出るの発表されてから初めてラブレさんになったのね。うん、来てくれて、うん、嬉しい、優しい。それは好きだな、コカちゃんのこと。え、そうだよ、両方です。一応やらせてもらってます。だからさ、敬語だと方言って出ないのってさ、うん、割と一般常識だと思ってたけど、違う、敬語で方言がないってこと？敬語は全統一ってこと？うん、いやでも関西はさ、結構敬語でも方言じゃない？そうなの、そうですよねそう、広島トークしました。思い残すことはあります？あるんだ。え、違う、このね、コメントに対して両思いじゃろうって言われてる。クミちゃんには片思いで、ラブリちゃんには両思い、クミちゃんとも両思いです。片思いよりの両思い。それ片思いじゃない片思い。明日楽しみ。お楽しみに。お休みだから見に行こうか。うん、見に行っていいよ。見に行きたいの。なんかもう今日のコアもらったんで。あ、こう、そういうのあるよね。うん、なんかバイトいっぱいそういうの あって、うん。そう。なんか今日も見てて、こうしてを持ってるんだみたいな。うん。うん、あ、ごめんね。マジで。学びでしたね、ずっと。うん。いいね。ありがとう、サラから学んでくれ、うん、サラさんから学んだことは言ったじゃん、さっき。何？なんかあの、こことあこの腰のここをなんていうんだろうね、可動域が広くて、まずこうね、そうそうそう、多分上半身の可動域がまずすごく広くて、なんか上半身がすごい動く人って上手だなって思った、全体的にね。ここでしょとかね、あ、あとね、違うところも思ったんだよね、忘れたけど。こことここがすごいよく近づくから、ここのこと言ってますそれがなんかすごいいいねと思った。イエイイエイ、さくら参加しちゃうイエイこんばんは。そうフェイクさんはカップは誘われました。サラも行く。サラも行く。見たことないです。一応。MVP はマサートですね。普通に。それは引き目なし？うん、本当に？でもまあ、あの曲に関してはちょっとミオさん
でも良かったなっていう。ケツ声はウェーブドルフィーみたいな。あ、お持ちじゃん、大福って。メイドって。え？ウェーブとか多いですか？そうか。あ、そう、サンフレの方が好きなんですよ。それ、あの使いしに行こうね。パンパンは次何？いちご大福。あ、いちごいいね。いちごとか。いる？うん、最後の1個だったんで。あ、いる。あ、よく言わない。ごめん、ごめん、言わなきゃ硬い。すいません、お手伝いいただき。やばい。すごい。なんか作り物みたい。うん。うん。うん。何それ？塩。うん。塩の方が美味しい。うん。広島のサッカー団子。なんか趣味が一緒の先輩っていい、いいな。趣味一緒じゃないよ。ん？あ、野球とサッカーか。いいな。ね。ね。ね。でも、あやさんともあの同じアイドルが好きだから。そらもじゃん。ね、話したことある？そのない。話したよ。ね、ね、そのトークを少しだけしました。ね、ね、ね、お高そう、これ。ね、ね、ありがとうございますね。うん。これ粒あんかな。こしあんいいな。でもこれ白あんが欲しいだから。そういうもんじゃない。馴染むのが上手なね。そうですかね。馴染んでるのかは分かりませんが。19投げてくれたのありがとう。19楽しいんだな。ね、楽しみでしょ。でも一緒、めっちゃ楽しみだよ。てか、なんか K2 の先輩と同期が話してくれるのが嬉しい。なんか嬉しい。嬉しい。友達と友達が仲良くなってるみたいな、そういうなんか嬉しい気持ちになる。よかった。先輩たち優しいでしょって気持ちで、気持ち優しい。そう、友達と友達仲良くさせたい人なんだよね。うん。明日メールいっぱい送りますね。今日のあ、ブログにまとめた方がいいかな。いいね。メールか、メールかな。ねえ、うん、練習すんの？この後。今日、うん、ない。明日の朝そうか。にょ。明日は何時に起きようかな。友達の友達、わかんない。そんな経験ないから。え、なんか、あ、え？え？
なんでお休みじゃなかったな。だからミオさんは相当やばいけど。ミオさん。いよ、いたばった。同じことに、うん、なんか買っていくわ。な、何を好きかな。知ってる、和菓子が好き。でも大福もうもらってる。ミオさんファンの方、申し訳ないもん。ミオさんファンの方多分いっぱいいる方向、うん、から聞きましょう。ミオさんファンの人、何がミオさん何が好きですかね。さっき多分なんかの残ん残吐きしたらみたいなコメントしてくれてた。皆さんは、はい、ああそういうこと。え、フリップさんも坂道好きなの。え、そうなの。え、ちょっと知りだった。そうなの。そうなの。これは話がたくさんできた。生もみじまんじゅうだって。うん、それは知ってるんだけど買えないからさ。あ、そういうことか。あ、待って、シャシャみたいなお菓子、うん、あれ好きなの。あれもう流行り終わりました。ミオさんの。あ、なんか流行り系か。そう、毎日食べてたんだけど。リカさんがそこに好きと思って。え、それは。いやでもリカさんのガチファンの人。それはもうさ、有名なの。え、違う違う違う、うん、もうすごくないって。あ、サシャ。サシャさ、トロサーモンだって。それプロフィールに書いてあるでしょ。え、サシャもう終わったのかな、流行り。皆さんの好きなもの大会終わってるのかな、もう。え、サシャ美味しいよねじゃなくて。違う違う違くてさ、ミオさんがさ一時期毎日食べてるって言ってたじゃん、みんな、最近食べてるのか知らない。結構最近だった気がするけど。じゃあそれでいいか。そう、ちょっと前に毎日食べてるって言ってた。だからいいと思う。キメさんは未だにクッキーブームは続いてますね。ちなみに、え、クッキーなの。クッキーしか食べてるとこ最近じゃない。それは結構長く続いてまして。へぇ、長く続いてました。へぇ、坂道好きですよ。大好きですよ。生ハムも好きだねって言ってる。生ハムか。じゃあ、あれ、いい。ベビーカステラも好きだって。うわ、かわいいな、なんか甘いの好きなんだ、意外に。一緒。あ、甘いの好きです。水族館のね、行ったことあります。生ハム？メロンも好きなの。うま、坂道もいいけど、坂本欲しいです。それはそう。うん、髪切りましたかってめっちゃ聞かれるんですけど、切ってない。うん。伸びたんだけどさ。伸びたらね、言われるよ。なんでだろうね。いや、誰か先輩にも言われた。ん？ラブリンさんか誰かにも言われた。髪切ったって。ミオタはチョコ好きです。やっぱチョコなんだ。了解。しないよ。てかさ、あのボールとかさ投げてたじゃん。うん。それっていいよね。うん？ボール投げてとかっていいよ。うん。撮ってる人を見てたの。知ってる人が撮ってたの。あれりりりり。あれりり。あ、やばい。やばい、大丈夫、大丈夫、待って、待って。1位、ケイタ、タマ、ありがとう。2位、ネイノ、ありがとう。3位、あ、普通に名前呼んじゃってるね、思った。いいんだけどね。あ、いいのか。タワ、タワだけ名前呼ぶって決めたんだよね。3位、サータン、いません。4位、サータン。5位、包帯。もう切れちゃうかも、これ。
ありがとうございました。あ、ごめんなさい、他の人。ごめん、本当ごめんなさい。本当にみんなありがとうだよ。時間がちょっと17ちゃいなもんで、すいません。10キロ OK になったの？みんな OK になりました。